はい、皆さんのオートバイこうなってませんか。走った後です。はい、走ってくれてですね、必ずしも虫がつきます。必ずで、この虫って意外と落ちないんですよ。これ意外と強烈にこびりついて、普通に洗車したんじゃまあ落ちづらいっていうのが皆さん経験あると思うんですね。で、放置すればするほどこれ落ちなくなってて、塗装ですね、浸食しますんで、こう虫汚れがついたら早めに落としてほしいんです。そこでですね、おすすめしたいのはこのリムバースポンジですね。これ、まあ、ヘルメットで使いましたけども、これもちろんオートバイ、まあ、普通車体用ですんで、オートバイに使うことができます。これをですね、まあ、開けたものこれです。まあ、僕ちょっと予備でうちの備品でいっぱいあるんで、その袋ですけども、まあ、普段こっち使ってるんですね。で、まあ、水で普通にこう濡らしてですね、まあ、表面の砂汚れなんかこう落としてですね、で軽く水洗いしたぐらいでやっぱ虫ってこうやってついたままになるんですよ。こういうとこですね、まあ、見てください。こういうのですね。これをスポンジに、リムバースポンジに、まあ、水を含ませて、でこうシャッてやってやると、こう取れるんですね。まあ取れるって言って魔法みたいに取れるわけじゃないです。ただ普通の洗車スポンジでやるよりも虫に対しては落としやすいんです、これの方が。ね、でもちろんですね、水だけでも落ちますけど、こうカーシャンプーをつけてやってですね、でこすってやるとより簡単に落とすことができますということですね。であとは、まあ、水で洗い流す。はい、これ感覚的な話はなかなか伝わらないんですけど、普通の洗車スポンジでやるよりもやっぱりね、僕らもまあ日夜洗車してますから違いわかるんですけども、虫汚れに関してはこれ落ちます。で生地自体はこう柔らかいんで、虫汚れってある程度強くこすんなきゃいけないんですけどもね、でそういう時に傷がまあつきづらいというのが特徴なんじゃないかなというふうに思われます。こうやってね、こんな感じで、どんなもんでしょう。はい、であとこれまた別の使い方なんですけど、まあ、虫汚れ、トリフン、ピッチ、タオル、水垢とあるんですが、まあ、視聴者の中にですね、まあ、バイク持ってないけど自分自身が虫のようなやつもいると思うんですよ。そういう方もですね、こう自分をこう磨くとですね、その虫のような自分がですね、こう綺麗になる。私もこう日夜こう磨き続けてですね、自分をこう良くしようと頑張っているんだよ。で使った後はこうやって洗ってですね、片付けておきましょう。はい、というわけで皆さんの、虫汚れ、トリフン、ピッチ、タル、水垢をきれいに洗い流す、ソフト99ユーバースポンジですね。はい、これ、役に立ちますので、3、4個買っておくといいかもしれないですね。皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いでございます。ホワイトベースの沼井翔平でした。はい、ホワイトベースのホームページが新しくなっております。はい、今までのホームページはなくなってます。で、新しいホームページはですね、動画のまとめ、それからオートバイのですね、商品情報、そうしたものがをですね、詳しく載せて、いっております。グーバイクさんの方もですね、今後とも活用させていただくんですけども、ホームページの方にはですね、グーバイクの方に載せきれなかった車両ですね、そうしたものをどんどん追加をしていきます。はい、で、ツイキャスとかですね、それからツイッター、フェイスブック、そうしたものも連動してます。で、ショッピングサイトは今まで通りオンラインショップの方で、ご購入いただく形になるんですけども、ホームページの方からもですね、新商品の方の情報が出たりとかいたしております。それからイベントやお知らせ等ですね、そうしたものもホームページの方に今後どんどん載せていきますので、ぜひですね、そちらの方もチェックいただければ幸いであります。はい、頑張ってやっていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ホワイトベース二宮翔平の本、とりあえずバイクに乗れ、Amazon.com もしくはお近くの書店で販売中です。お店にこれ持ってきてくれたらサインとかするので、はい、いや本汚すだけなんですけども、はい、ご所望の方はおっしゃってください。はい、よろしくお願いします。マジで。